エフゲニー・ヒョードロビチ・スベトラーノフは、ロシアの指揮者、作曲家、ピアニスト。1928年、モスクワ生まれ。1944から1946年、音楽教育学校でピアノを学び、その後、グネーシンを音楽大学で、ニコライ・メトネルの弟子のマリア・グルビチャの下で学ぶ。その後で作曲を、ミハイル・グネーシンについて学ぶ。 1951年にピアノ専攻で同音楽大学を卒業後、モスクワ音楽院に入学する。オペラ管弦楽式をアレクサンドルが浮く、作曲をユーリー・シャポウリンについて学ぶ。1954年、音楽院第4学年の時からモスクワ放送公共楽団で式を開始する。1955年からボリショイ劇場の指揮者となり、 1963から1965年には主任指揮者。1965年からソ連国立公共学団主席指揮者に就任。1979年からロンドン公共学団客演指揮者も務めた。2002年、去。七73歳坊つ。スベトラーノフは、クリーンカ以降のすべてのロシアソビエト連邦の公共学を録音するという念願を、 あと一歩で果たせなかったが、かなりの数のライブ録音やスタジオ録音に成功した。アレンスキーの公共曲全集、カリンニコフの還元楽曲全集、ミアスコフスキーの公共曲全集などは貴重な遺産である。モソロフの鉄工場、ショスタコービチの森の歌等のライブ録音は、この指揮者の特徴を端的に示した演奏として名高い。スベトラーノフは、 ロシア人の指揮者として、ロシア人による公共作品全曲をレパートリー化した最初の存在である。メロディアのロシアンシンフォニックアンソロジー他ロシア人の作曲家だけでアルバム数が100を超えた存在は、近年のロシアの財政難を考慮すると、今後も出現することはないだろうとされる。晩年は運営をめぐってのロシア国立公共楽団との 関係が悪化するにつれ、フリーの指揮者として、ロシア外のオーケストラへの客演が増えた。オランダのハーグレジデンティ管弦楽団や、スウェーデン放送交響楽団、NHK 交響楽団などに客演している。その様子は、ラフマニノフの交響曲、第2番、チャイコフスキーの三大バレエ曲集などの CD に記録されている。作曲家としては、 年齢的には、プロコフィエフやショスタコービチより若いが、高キロマン派音楽の伝統から脱出しておらず、ピアニストとして得意としたラフマニノフやメトネルの影響を濃厚に受けている。代表的な作品として、公共曲第1番、ピアノ競奏曲、公共詩、赤いカリーナ、バイオリンと還元楽のための誌曲などが挙げられる。 スベトラーノフの作品は自身で指揮した録音が複数、あるほか、シノガウクによる録音も現存する。1970年代頃から、ロシア国立交響楽団を指揮する場合は、ライブであろうがスタジオであろうが、必ず譜面台に赤い扇風機をつけて指揮していた。しかも、旧ソ連製であるゆえか、ライブ録音の CD など弱音時に扇風機の音が聞こえるため、CD の解説書に、 ただし書きまでついていた。これについて、より静粛性が高くて、風量も多いタイプを勧められたこともあったが、馴染みのある赤い扇風機にこだわっていたスベトラーノフは、すべて断り、海外公演の際は、変圧器まで用意して使っていた。小惑星スベトラーノフは、スベトラーノフの名前にちなんで命名された。名式者、エフゲニー・スベトラーノフシス。ロシアビヨンド。 2019年12月4日閲覧。スベトラーノフイコール 1929UK イコール 1966PG イコール 1985VM イコール1 9 8 7 d o 4 m p c 2 0 2 1年10月3日閲覧。ありがとうございます。